こんにちは、関西クロスニュース号外です。普段は毎週末に鉄道やバス各社などの公共交通機関から発表された1週間のプレスリリースから5つをピックアップしてお送りしています。今回はウェブ上のプレスリリースからではなく、ローカルニュースをお届けいたします。私が訪れているのは、奈良県御所市にあります、JR 和歌山線の駅、脇上駅です。なぜ、訪れたのかというと、来月10月17日に、駅のリニューアルが行われるということで、調査に来ました。まず、脇上駅の基本情報からご紹介します。脇上駅は1896年に南和鉄道が設置した駅で、今年で124年目となる歴史のある駅です。駅名の由来は地区名ですが、その地区名は、近くに五代目幸昇天皇の住居、脇上の池心の宮があったことが由来だそうです。幸昇天皇は詳しい情報が全然ない結氏八代の一人であり、いろいろと謎に包まれています。そんな脇上地区にある脇上駅は、相対式ホーム2面2線で、下り線側を直線とする1線スルー型の廃線となっていますが、上り電車は必ず分岐側に入ります。平成30年の奈良県統計年鑑によると、脇上駅の1日の乗車人員は138人で、JR では奈良県内で最も少ない利用客数の駅です。最近の JR の無人駅ではリニューアルで、老朽化した駅舎の取り壊しや、トイレの撤去などが実施されています。駅舎を取り壊す場合は、新たに券売機や IC カード入出場機を置くために、屋根のあるシンプルな駅舎が作られています。トイレに関しては、数年前に下りホームに男女共用のボットン便所がありましたが、撤去されています。新しいトイレは、上りホームの出口付近に駐車場スペースを削って、2021年1月頃に新設されるようです。リニューアル内容は、上りホームにバリアフリー対応の新改札口が設置されます。それに伴い、昭和54年、1979年に作られた古戦橋と旧待合室の使用が中止され、撤去されます。古戦橋が作られて41年、最後に塗り直しがされてから28年が経っているようです。バリアフリーではない古戦橋を作り直すよりも、バリアフリー対応のスロープ付き改札口を作った方が良いということなのでしょう。動画投稿から約3週間後には、この古戦橋は利用できなくなるようです。古戦橋からの電車の到着発車シーンは、もうこのアングルで撮れなくなります。改札口は絶賛建設中でした。ここの中に運賃表、券売機、IC カード入出場機あたりが設置されると思われます。
これで、上りホームはバリアフリー化が完了するので、この工事が終われば下りホームも、駅舎の改良もしくは、取り壊しがされるのでしょうか。同じ御所市にあり、乗車人員が脇上駅の5倍ある御所駅では、御所市シルバー人材センターの人が駅を管理しています。脇上駅でも駅舎の構造としては、簡易委託駅化できるように放っていますが、現状必要と派されていないようなので、万葉まほろば線の家具山駅のように、駅舎が解体され、上りホームと同じようなシンプルな改札口になるのかもしれません。旧となる現在の待合室は、長さが1両分もなく、降車時の前扉には屋根がありますが、乗車時の後ろ扉には、屋根がないところに止まります。跨線橋を下から見るとこんな感じです。駅舎側の下りホーム屋根は1両ちょっとあるので、乗車時も降車時も屋根があります。ホーム自体は6両対応ですが、定期列車は4両までなので、ホーム端は草が生えています。停車限界標識があるのは、7両あたりのところでしょうか。それよりさらに奥に分岐器まで、1両分ぐらい余裕があります。ちなみに、今更ですが、この映像は別動画で紹介しています。テフレ補正機能がないアクションカメラ、MC8060BK を使用しています。なぜテグレ補正があるデジカメの方で撮らなかったのか、撮った後に後悔しました。あと、脇上駅へは、コミュニティバスが巡回しています。1回100円で乗車が、できます。ただ、バスが来るのは2ルートあって、それぞれ1日3回の6本しかありません。御所市の住民アンケートによると、コミュニティバスは100円で、安いから乗るけど、車を自分で運転するのでそれほど必要性を感じないという結果が出ているようです。JR 和歌山線は約1時間に1本運転されていますが、隣の通学需要がある玉出駅や近鉄との連絡駅となっている吉野口駅に比べて脇上駅は利用が少ないため、今回はリニューアルされますが、情勢によっては廃駅となる可能性も出てくるかもしれません。コミュニティバスも JR 和歌山線も乗って、ちゃんと運賃を支払って残していきましょう。最後に、もともとトイレがあった場所です。新しい機械の箱が設置されています。ここまでのご視聴ありがとうございました。週末の定期動画もよろしくお願いいたします。以上、関西クロスニュースでした。